どうも、お疲れです。いやー、すごい誕生日だな、本当に。参ったね。参るよ、ほんと、こうやくんには。広田康生。広田康生って誰のこと？誰のこと？ほっこりお兄さんはコツ。どうも。さすがに疲れたわ、俺。さすがに疲れた。アメリカ人、広田康生っていうの。なんで知ってるの？本名。すげえな。もう特定されてんのかよ。荒野救命なんとか会。あー、たくみさんどうもお疲れっす。あー、限度額全然いいよ、全然いいよ。ありがとう。お疲れ様のさりさん。お疲れっす。みんなお疲れ。わちゃわちゃしてたね。レンジュースを。サメ島が身分証確認してた。すげえな。便乗生主続出。まあそれが便乗に次ぐ便乗。うん。まあまあね。緊張してなんぼの世界。あ、まあ、なんか説得力のある言葉だね。かっこいいかかっこ悪いかは置いといて、俺は ABC の言葉の説得力。便乗してなんぼの世界だろうっていう、この悲しい現実ね。すごい破壊力のあるコメントだよね。話はね、できなかった、結局。話はできなかったわ。残念ながら。話をする気がないみたいだね。はい、ワードツークみたいにいらっしゃい。楽しんでって。まあ、大変な誕生日だよ、本当に。なかなかだよ。ヘッドヘッド。汗びっちゃびちゃ。なんだろう、この疲れ。すげえ疲れたよ。わちゃわちゃ感がすごいよね。昨日の余韻が冷めてない。何？昨日の余韻って。なんかあった？楽しすぎた。よかった。嬉しい。ハードだね。まあでもまだまだ続くよ。うん。今日は、デイリーナンバーワン狙ってるんで、皆さんよろしくお願いします。多分家で雑談やってた方が良かったかもしれないね。家で雑談やってた方が。まあでも本当に鮫島さんと絡めたっていうのは本当に嬉しかったな。元気そうでよかった。彼女も綺麗な人だったし、すごいなんか鮫島さんと仲良くて、うん、お幸せにって感じだったね。オカリナさんだっけ？オカリナさんだよね多分。サメちゃんのゲームの主人公知ってる？あれでしょ？裸のうなちゃんマンのやつでしょ？あれ笑うよね。あれ面白いよね。はい、つみきちゃんバガーありがとう。ありがとう。
私は人、おととい手術して無事成功。おー、本当に？おめでとう、よかった。おめでとう。成功、おめでとう。あれ笑うよね。で、なんか裸の装備で戦うやつだよね。あれ面白いよね。すごい、うなちゃんマンにそっくりなの。で、裸で何も装備させないの。鮫島さんが。っていうかさ、ミズニアは何の関係もないのに、なんでミズニアは出てきたの？何の関係もないのに。それが全然よくわかんなかったわ。もうさ、あいつさ、もう、神会が起こったら、とことん便乗するっていう芸風だよね。チョリスさんいらっしゃい。逆にすごくない？俺、ミズニアにちょっと引いてたもん。とことんだなっていう。もう、とことん便乗。便乗のプロ。なんか、ミズニアがディスる理由が一つもないじゃん。本当にすげえなと思って。そこまで開き直ってると逆にすごいよね。俺はまあ直接さ、変わらん。まあ、程度の具合は変わらんかもしれないけど、直接嫌なことされたわけじゃん。まあ、荒野にさ。まだ許せる範囲だと思うんだと思うけど。ミズニアもディスられてたんだ。荒野に。全方位ディスなんだ。すげえな、本当に。誰から構わずディスる。キャスでも便乗好きなの。スタイルがあそこまで行くとすがすがしいよね。疲れた、首凝った。そういう世界。まあまあまあ、そういう世界ですよ、トマトさん。そういう世界ですよ、ここは。火種に油を注ぐんですよ。ちょっとでも火種がポッて、小さい火種がポッて出たら、周りからガソリンをこう投下していくんです。火炎瓶とかどんどん投げてく世界だよ、みんなで。まあ俺が一番ディスられてたよね。すごかったもん、リスナーさんからの伝書バトが。もうとんでもないディスられてるぞって。ある意味泥水界の昇進生。いや俺あそこまでもう徹底してるじゃん、スタイルが。逆に、だから明日場を設けるって言われたんだけど、明日どんな感じで来るのか見てみたくない？荒野が。どんな顔をして、シラフの時に会いましょうって言ってたけど、シラフの時にどんな顔して出てくるのかすげえ楽しみだわ。絶対出てこないと思うけど、100% 出てこないと思うけど、どんどん敵に回すよね。あと、俺がちょっと割れたのは、金梅さんが荒野を守るって言って、30分後にはタイトルが変わってたのが超面白かったね。俺が荒野を守るみたいな配信で、全然閲覧取れなくて、あの金梅さんが。で、あ、これ売名できないなっていうか、美味しくないなって思った瞬間に、タイトルを速攻変えるっていう。あの金梅さんのエスケープの仕方の速さがすごかった。いや、まあ、荒野がトレンドっていうか、荒野がトラブルメーカーでも渦にいるのは間違いないんじゃない？まあ、全部一緒だよね、構成は。新野鳥の時も何の時もっていう。とにかく人を怒らせるっていう。ひたすら。とにかく怒る。周りの人は。すごいよ、本当に。いや、謝るんだったら、素直に謝るんだったら全然いいんじゃない？すいませんでしたって。ヒカルス君がね、守ったっていうより、かばったって感じに見えたかな、俺の印象は。守るっていうタイトルで言ってたけど、守るっていう表現はちょっとおかしいんじゃないかな。攻撃をしてないのよ。俺もテルチャンピンも、サメジマさんも。対話をしに行ったのね。
攻撃してないのに守るっていうか、かばってた感じがしたね。うん、デコ広いよ。うん、だから荒野をかばい続けたね、最後まで徹底して。そこはブレてなかった感じがしたね。でもまあちょいちょい論点がおかしいなって思うことはあったよ。なんか鮫島さんに対してなんか言ってたのが、酒を飲んでるから話ができませんっていうのが光くんの言い分なのよ。今荒野はベロンベロンで酒が飲めてない、酒を飲みすぎてるから冷静な判断ができないとね。でそれに対して、じゃあ酒飲んだら何やってもいいのかよって、そんなの関係ねえんだろうって、酔っ払ってる時に言ったんだから酔っ払ってる時に話をさせろって言った。俺はそこは鮫島さんの意見同意見なのね。でその時の切り返しがすごくて、鮫島あの光くんの切り返しは、お前も酔っ払うんなら合わせるって言ったの。お前も酒ベロンベロンに乗って、荒野もベロンベロン、鮫島さんもベロンベロンだったら話が合うっていう話をして、それは違うじゃん。荒野と光くんが勝手に酒飲んで勝手に暴れただけじゃん。で勝手に悪口言って、でなんで鮫島さんもそれに対して怒ってんのに酒を飲まないといけないんだろうっていうさ。シラフの時は別に普通って感じだな。別に粗相をする感じじゃなくてね、ありがとうございますとか言うけど、それはさすがに違うでしょ、ヒカルくんって突っ込んだけど。でしまいに言って、ヒカルくんが言ったのが、俺だって酒好きで飲んでるわけじゃないんだよって吠えたの。いやそれ、酒が好きじゃないのに酒飲んでるのは俺らの責任ではないからっていうさ、それは知らないよっていう、それは俺らのせいでもないだろうっていう。じゃあ酒飲んだら何やってもいいのかっていう話になってくるでしょ。俺酒飲みの嫌いなとこはそこなんだよ。酔っ払ってるんで勘弁してくださいっていうのはちょっとなくねえかって、酔っ払ったのは君たちのせいであって、酔っ払って粗相したんだから酔っ払ってる時に謝れよっていう風には俺は感じちゃう。どうしても便所とかあそこら辺の大先輩を怒らせるのか、もうめちゃめちゃ切れてたね、電話で。めちゃ、っていうか前から切れてたの。もう本当に切れてたんだけど、今日は多分ね、ブチ切れたんだと思う。だから自宅に行くって相当だからね。配信回しながら自宅に行くって、便所さんもリスク背負うわけじゃん。思いっきり説教しようと思ったんだと思う。まあでも、まあ、ヒカルくんは俺は、その、詰める気なくて、まあ論点違うなとは思ったよ。だけど、荒野をかばおうとしてやってた行為だから、俺は全然ヒカルくんと揉める気はない。ただ俺はヒカルくんに言ったから思ったこと、かっこ悪いよっつって。そう。で、俺は言いたいこと言ったからヒカルくんには、かっこ悪いよ、出せよって、うん。警察呼んで、じゃあバイバイってなんだこれって、かっこ悪いよとは言って、話はしたから。で、その後話は普通にしたからさ。別に俺はヒカルくんにとやかく言うつもりはない。10日まで我慢って言ってる便所さんが乗り込んでるからね。よっぽど切れてるんだよ。カズくんさん、初見さんありがとう、うん。直接おめでとう言えてよかった。うん、ありがとう。便所さんは荒野の実家の方に乗り込んでたよ。うん、それくらい怒ってた。もうダメだっつって、うん。我慢できなかったんだろうね。多分。まあね、自分の企画の大事な大事な時にさ、もう引っかき回すなっていう話でしょ。そうそう、荒野に切れてたってことね。ありがとう、メリクリさん。もしよかったら、デイリーランキング初めて狙ってるんで、少しでもいいんで、アイテムくれると嬉しいです。アイテムよろしくお願いします。リスワンとかは何回も撮ったことあるんだけど、デイリーって撮ったことなくて、一回ぐらい撮ってみたいなって、ふわっち大好きだから、なんかどんな世界なんだろうって思ってます。いや、ずーっと俺も言われてるよ。俺も言われてる。うん。ブレイコーって、信頼関係で、本来ブレイコーって部下が言うことじゃないんですよ。多分、この百眼さんは分かってることだけど、今日はブレイコーだっていうのは上司が言う言葉なんですよ。目上の人が言う言葉なの。今日はブレイコーだよって。荒野は自分からブレイコーをやってるのよ。
あれは先輩が怒るでしょ。この理屈わかります？この理屈わかる？普通じゃん。上司の人が部下に対して気使うなよって。今日はねぎらいだから無礼講だよって。多少ハメ外していいんだよっていうねぎらいをする行為の無礼講って。だけど、そうそうそう、これわかるでしょ？百眼さんは このことを言ってくれてると思うんだけど、荒野は、ブレイコーをしちゃダメな場面で、ブレイコーだよって言われて初めてやるべきところを、いきなりブレイコーをしに行くんだよ。それがすごいなと思って。それは怒るでしょ？そう。うん。荒野がやってるのはブレイコーじゃなくて、ただのブレイなの。わかる？荒野がやってるのはブレイコーではなくて、ただのブレイ。そう、意味わかってないの。ブレイコーじゃないの。ブレイなことをやってるの。無礼って書くんだけど、礼儀がないって書くんだよ。でしょ？そう。ただの礼儀がないやつ。無礼なやつなの。そう、無礼講ではないでしょ。無礼講っていうのは立場が上の人が今日は気使わなくていいぞって好きなだけ飲んで好きなこと言おうぜっていう言葉だからさ。だからそういうのを理解できないんで無礼講って言ってる時点でもう、なんて言うんだろう。そうだ。ねえ。こう育った環境とかが出ちゃうんだよね。親しき中にも礼儀ありっていうか、なんだろう、言っちゃいけないことってあると思うんだよ。言っちゃいけないことって。だから俺は、お前ふざけんなよ、喧嘩売ってんのか、こうや、お前ふざけんなよ本当に。お前が今誕生日おめでとうございますって言える立場なのか。ふざけるなよ、お前。いい加減にしろよ。おい。お前がこれを言える今立場なのか？おい。おい。そういうところなんじゃないのか？ありがとうございます、トピーさん。そういうのが人を怒らせたり、リスナーさんを怒らせるんじゃないのか、こうや。おい。あーちゃんいらっしゃい。それは間違ってないか、人として。人として間違ってないか。お前今このタイミングで人のことをおめでとうとか言ってるの、おちょくってるようにしか見えないぞ。誰がどう見ても。誰がどう見ても今お前がコメントするタイミングか？それは違うんじゃないか、こうや、人を不愉快にさせればいいってもんじゃないだろ。ありがとう、あーちゃん。ハートありがとう。俺はこうや、それは違うと思うぞ。やっていいことと悪いことがあると思うんじゃないか。わからないのか、それか。応援してくれる人がいなくなるぞ、そんなことばっかりやってると。おはよう、みーちゃん。お前、周りから人がいなくなるぞ。ハートありがとう。夕方よろしく、ヒカルくん。このクソガキ。ありがとう、レクチ花火ありがとう。ありがとう、レクチ。ありがとう。
荒野が詫びてきたんじゃなくて、いきなり誕生日おめでとうございますって来たのよ。おちょくってんのかって。お前はまずその一言の前に言うことがあるんじゃねえのかって。これおちょくってるようにしか見えんだろ。おはよう。はるちゃんおはよう。たかさんおはよう。楽しんでって。完全におちょくられてるな。完全におちょくられてるわ。俺は荒野のこういう態度が殴られても仕方がないって言ってんの。俺は荒野のこういうところを知ってるから。はるちゃんありがとう。ハート。こういう人を魚でするところを知ってるから、俺はテルチャンピンが殴ったとか蹴ったとかわかんないけれども、俺は正直あの殴られて当然だと思ってるっていうのはこういうところなんだよ。おはよう。俺はこういうところが許せないの。あの後どうなったかタイムシフト見てみて。結局その警察が来て、なんでか知らないけど、で本人は出てこなかった。で酔いが覚めたら直接あの話する機会を設けるってヒカルくんが俺と約束したから。ヒカルくんは約束守るから。俺とヒカルくんがそうしてくれって言ったから、俺はヒカルくんの顔を立てたよ。俺が間に入るからっつったから。ありがとうゆかゆらちゃん。ただシラフの時にしっかり話はさせてもらうから、しっかり話はしてもらさせてもらうから。ゆらちゃんは関係ないじゃん。リスナーさんの立場だから。だから、荒野のことが好きなんでしょ？それは別にそこをさ、敵だとかくだらない。ねえ、お前はそっちの味方なのかとかそっちの敵なのかじゃん。それはくだらないと思ってるから。俺はゆらちゃんはリスナーで、荒野くんのことが好きなんでしょ？で、荒野くんのことを守りたいと思ったんでしょ？それは女性として俺はかっこいい行為だと思うよ。別に俺はゆらちゃんのことディスる気はないから。うん。ありがとう、まえさん、初見さん。それは言うでしょ。そこでさ、お前あっち側につくのかよってクソダサいと思うよ。考え方はそれぞれ。おー、ありがとう、にゃー、ケーキありがとう。ありがとう。それは違うじゃん。別に、リスナーさんの立場なんだから好きな配信者いるじゃん。でも、好きな配信者だからって言って、間違ってることを間違ってるっていう風に指摘しないのは俺はどうなんだろうとは思うけどね。好きな人だったら間違ってることやってても正しいって言うのかよっていう。それは違うと思ってて。俺は本当に好きだったら荒野謝りなよとか、悪いことしたと思ったなら、別に荒野が悪いことしたと思ってないんだったら別に荒野強く言いなよ、私守ってあげるからって言えばいいし、荒野がちょっと言い過ぎじゃないって、それはやり過ぎじゃないって思ったら、俺だったら荒野に一緒に謝ってあげるとか、謝るべきなんじゃないって言うべきだろうと思うけど、それはあくまで俺の考えだから強要はしないよ、うん、ありがとうカラスさん、ありがとう、嬉しいです、ありがとうみんな。でも荒野がやってることはヒカルくんと
ユラちゃんを裏切ってる行為だと俺は思ってる。長い目で見たら。長い目で見たら、かばいきれんよ。かばいきるって言うかもしれないけど、ヒカルくんは男気あるから。俺はお前の面倒全部見てやるよって言うかもしれんけど。うん。俺はヒカルくんに対して失礼な、ヒカルくんが体張ってかばってくれてるところを陰で隠れる男だと思ってるから、俺はクソだせえと思ってるよ。正直。ヒカルくんがあれだけ2時間ぐらい、ずーっと体張って止めてるのに、ね。出てこない男だから。俺はそういう男だと思ってるよ、荒野を。一生守られてろ。一生ヒカルくんに守られてろ。俺はヒカルくんにだって言いたいことを言うし。間違ってると思ったらヒカルくん、俺はヒカルくんの友達だけど、俺は言うよ。荒野に。後輩だからっていうの関係ないよ。ありがとう、初見さん。初見さんアイテムありがとう。おー、ありがとう、カカ。ありがとう、嬉しいよ。アイテムありがとうね。初見さんなのにありがとう。嬉しいです。野菜串ありがとう。うん。別にだって面と向かって言えばいいじゃん。で、殴るのは良くないよ。暴力は良くないよ。暴力は良くないけど、限度を過ぎたら殴られるんだよ。そんなの当たり前なんだよ。そう。でしょ？殴るのはもちろん良くないこと。でも限度を過ぎたら、殴られるんだよ。それは世の中常じゃん。人間なんだからカッとなったら殴っちゃうんだよ。そう。で、俺は殴られるようなことをしてると思う。暴力は肯定しない。暴力は絶対的に肯定しません、僕は。暴力は悪いことです。でもその前に悪いことをしてると俺は思ってる。うん。荒野はヒカルのところに戻りたいと言ってたけど、ユラが行かせなかったよ。うん、オッケー、わかった状況が。ありがとう、教えてくれて、みんなさん。うん。ありがとう、トレットさんもね。もしそうだとしても、決めたのは荒野なんだよ。うん。リスナーさんが止めたから行きませんでしたじゃなくて、行かないという判断をしたのは、荒野なんだよ。俺からすると。荒野が決めたことの。ユラが止めたから行かなかったんだは通用しないと思うよ。うん。事実行かなかったんだと思う。そう、病気だからとか、酔っ払ってたからとかじゃないと思ってる。病気だから何してもいい。酒飲んでたから何してもいいっていうわけじゃないと思ってる。俺はね。あくまで俺は。そうだね。物差しは人によって違うけど、俺はさ、配信者だからさ、ダルタニアンさんさ、自分の意見しか言えないんだ。ごめんね。みんなの意見もわかるんだけど、自分の考えてることをみんなにね、伝えることしかできないのが配信者だからさ。いや、止める権利があると思うよ。ユラちゃんに匿名さん。俺はあると思ってて、この、多分ね、ユラちゃんは荒野に惚れてるんだと思う。好きだから、殴られたりするのが嫌だからって言って守ったんだと思うの。でも、ヒカルくんが体を張って荒野のこと守ってて、問題は荒野なのに、荒野は出てこなかったんだよ。それは現実として事実なんだよ。こんだけ引っかき回して、こんだけ人のことをバカにして、こんだけ人のことをこき下ろして、こんだけ他人にね、全方位ディスをして、結局出てこなかったんだよ。これは事実なんだよ。誰が止めたとかもあるだろう。うん。どんなこともあるだろう。でも出てこなかったのは事実だと思う。うん。ちいさん、おはよう。ありがとう。俺はね、なんか配信の世界っていう区切り、じゃないと思ってて、配信っていうか俺らにとっては現実世界なのよ。ネットってツールじゃん。例えば電話でディスった、本人の向かってディスった、YouTube でディスった、これ全部現実なんだよ、俺からすると。で、ネットでリスナーさんが見てる前では人のことをこき下ろすことができるけど、なんていうのかな。じゃあ目の前にしたら言えませんって。だってヒカルくんは多分言うよ。目の前で。鮫島さんも言うよ。テルチャンピンも言うよ。俺も本人に言うよ。ただ、荒野だけはそれをしなかったんだよね。荒野は配信上だけはネット弁慶になったけど、みんなが会いに来たわけじゃん。だけど、それをしなかったのは荒野だけだと思ってるよ。うん。
うん。で、もし俺は荒野が運営さんいらっしゃい。うん。卑怯っていうかね、俺は、その、体を張って守ってくれる先輩に対して、先輩がいたときに、情けなくないのかなって思ったの。うん。情けなくないのかなって。そこは、荒野に聞いてみたいね。俺は明日もし場を設けて、冷静に話ができるんなら、言ってやろうと思ってる。俺はお前のことかっこ悪いと思うよって。俺はヒカルくんかっこいいから好きだよって。間違ってることは間違ってるって言うけどって。俺も間違うときあるよって。ヒカルくんはそれを俺に教えてくれるよって。友達だから。うん。だけど、お前がやってるのはクソだせえよって言ってやろうと思ってる。うん、面と向かって。クソだせえよって。うん。お前はヒカルくんに守られてる時に隠れて逃げてたんだよって。情けないよ。俺は言ってやろうと思ってるよ。それは俺は言う権利があると思ってる。うん。ただ暴力を振るうとかない。うん。酒がないと何もできねえのかよって。ヒカルくんがいないと何もできねえのかよ。ユラちゃんが止めたから止められてるんだよって。お前の現実はそれだよって。うん。まあね。俺怒ってますね、クーラーボックスマンさん。ちょっと怒ってます。ポテスさん、初見さんいらっしゃい。ノブキヨさん、初見さんいらっしゃい。あ、ちょっとね、あ、もう、ごた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 揉めてるんですよ、ずっと。うん。まあ、荒野に男気求めても無駄だぜっていう気持ちもわかるんだけど、俺は、俺は、前にもこれで怒ったんだけど、荒野のファンが、なえたんだよ、多分。荒野にもファンがいるんだよ。なんかやってくれるかもしんない、こいつは、つって。で、はっきり言って、サメ島さんかっこいいってなったんだよ。もしくはサメ島さん嫌い。もしくは、ヒカルくんかっこいい。もしくはヒカルくんダサいってなったの。もしくはワドダサいとか、ワドかっこいいってなったの。もしくはテルチャンピンかっこいい、テルチャンピンダサいってなったの。荒野はダサいってなったの。全員。つまり、ファンを裏切ったんだよ。荒野は。荒野のファンだったらあそこで出て行って欲しかったはずなの。で、煽る。むしろ目の前で煽って欲しかったの。サメ島さんを。俺はこうだと思うよ。本当は荒野のファン。でも荒野のキツガイに期待してる人は、ズケズケ出て行って、ビール瓶でこうなんか酒でも飲みながら、サメ島さんを煽り続けて、ぶん殴られるところ見たかったんじゃないのかなって。うん。あ、ありがとう、ついちゃん。うん。テルチャンビンが切れたのがきっかけで、それ期待してたと思うんだよ多分。そのファンを裏切ったのは事実だと思うよ。俺は荒野のリスナーで何度も荒野に会ったよ。あ、そうなんだ。どうなんだろうね。俺はそれはさ、まあ全員が全員とは思わないけど、俺は配信者として荒野はどういう判断するんだな。アメリカ人ね、いい人だよね。まあ俺はだから次、荒野と会うのが楽しみだよ。正直言うと。次、荒野と会うのが楽しみだね。いや、あの3時間ぐらい前の話だね。昨日神会だったんじゃなくて3時間ぐらい前の話だね。ようやく落ち着いたっていうか、あのカラスが止めてくれたの。2時間ぐらいずーっと喧嘩してたんだけど、歌舞伎町で。サメ島、テルチャンピン、アメリカ人、ワド、ベンジョ太郎、荒野、三倍目、ヒカル、のぞみ。で、歌舞伎町で大喧嘩。で、2時間ぐらい揉めてた。で、何がこの喧嘩を止めたかっていうと、頭上からカラスがガラス瓶を落としてきたっていう。カラスがサメ島さんの頭にガラス瓶を落としてきて、危ないっていうことで、蹴りはつきました。カラスがサメ島さんを殺そうとするっていうね。あれは死んでたの思う。そう。いや、俺よりもサメ島さんの方が近かった。俺とサメ島さんの距離で言ったらサメ島さんの方が近かった。だから、俺も当たってた可能性あるけど、多分カラスはサメ島さんを狙ってたと思う。サメ島さん、おーっていう距離だから。俺は、この辺ぐらい。おーみたいな。バチーンと落ちた。なんか、カラスがオチを作ったっていう、まさかの、あの、持ってる配信者は持ってるなっていう典型的な例だよね。カラスは賢い。カラスもうざかったんだろうね、ちょっと。うるせえよっていう。もういい加減にしろよって思ってたんだろうね。
すごいよね。誰の配信？俺もやっ、あ、西岡農民？うん。西岡農民かな？久しぶり。俺の配信でもやってたし、誰が枠開いてたかな？チャンピンかな？テルチャンピンかな？久しぶり。元気？うん。まあ、解説をすると、まあなんか、こう、2点3点、やっぱこういう人がバーって集まるときは2点3点するから、話が長くなるんだけど、うん。あ、西岡さんのファンの方なんだ。あ、そかそか。うん。動画上がるだろうね。うん。うん。ありがとう、2017。ありがとう。嬉しいよ。フォローありがとうございます。あ、ですね、LINE、リスナーさんからの LINE ウェルカムなんですけど、ふわっちから来た〇〇ですっていう風に自己紹介のメッセージが来ない人は承認をしていないので、もし、個通でコンタクト取りたい人は、あ、ふわっちの小手半書いてください。ふわっちのカブニートですとか、ふわっちの誰々ですって。うん。2017ですとか。じゃないとね、誰だかわかんないんだ。LINE ってね、結構プライベートの名前とかで登録してる人多いから、この人誰だみたいな。ポテチさんありがとう、フォロー。うん。まあ、簡単に言うと、荒野がまた、みんなを怒らせたっていうだけの話なんだけど。まあ、いつものことだよね。もう、何の面白みもないけど、何のあれもないけど、荒野が、登場人物を怒らせた。ヒカルくんがかばった。もうこれだけ、一言で言うと。それ以上もそれ以下もない。クリリンさん、ありがとう。あ、そうなんだ。レイコさんの枠から、ありがとう、クリリンさん。相手もありがとうね。頑張ります。レイコさん、一回会ってお食事したことあるんですけど、すごいいい方でした。茨城だったかな？水戸で一緒にご飯食べさせていただいて、すごい面白い方でしたね。レイコさん。大阪のね、おばちゃんって感じの人。猫さんまた会いたいな、どっかで。いや、便所さんは前々から切れてたの。便所さんは。うん。そう。前々から切れてたんだけど、もう我慢ならんっていう感じ。これは本当に切れてて、それは俺らにプライベートで電話してくるぐらい切れてたから、うん。あ、その時見ててくれたんだ、クリリンさん。ありがとう。そう。だから、便所さんはもう、その、捨て頃潰す気かーっていう切れ方だよね。もう我慢できねーっていう。ありがとう、ふわちとツイッター。ツイッターの方はね、サブアカの方でフォローバックさせてください。高光っていうアカウント。高光は俺の本名なんだけど、高光っていうアカウントでフォローバックさせてもらいます。昨日のカラオケ代相当、俺カラオケ、昨日のカラオケ？高さん。カラオケ？俺カラオケ行ってない。ああ、ほっこりお兄さんありがとう。ほっこりお兄さんありがとう。ありがとう。誕生日ケーキありがとう。6月10日来るって言ってるんだよ、荒野は。うん。ひいせありがとう。うん。冷えた肉まん？あ、冷えた肉まん、ひいせだったのあれ。ひいせだったっけ？あれ、でもうまかったよ。山の線一周の時食ったけど。あれ、ひいせだったの？け。ひいせだったっけ？懐かしいな、うん、カラオケ行ってないけどね。スケさんね、ありがとうね、うん。フォローありがとう。アイテムもありがとう、みんな、うん。そうそうそう、山の線の時の。ヒーセだったか。そうだ。思い出したわ。ごめんごめん。うん、あ、やべえ、テルチャンピン、あれだ、高速代じゃなくて、交通費出すの忘れた。申し訳ないな、今度飯をごろ。青山にさ、車で出してもらったのに、交通費渡すの忘れたわ。ちょっとダサいことしたわ。申し訳ない。青山すまん。まあ、いっか！青山の方がね、後輩だけど稼いでるからね。青山の方が稼いでるもんね。最近羽振りいいかんな。時計ももらってんだよ。ガガミラの男もらってんだぜ。びっくりしない？あいつ時計2本もダブルでもらってんの。すげえよな。
いや、悪いじゃん、さすがに。稼いでないとはいえさ、一応、こっちの方がキャリア長いわけだから、そこは見え張らんとさ。誕生日プレゼント、交通費。いや、ちょっと悪いことしたな。申し訳ねえな。忘れてたわ。多分、ガス代相当いってるでしょ。まあ、いっか。まあ、青山とはちょいちょい合うしね。よろしく、すけさん、ありがとう。よろしくです。ありがとう。まあ、よく引っかき回してくれるわな、これだけ。よくまあ、引っかき回してくれるわ。あのね、ダイエットやってんの、あの、減量してて、82キロまで増量したんだけど、あの、動けなくなっちゃって。で、今、76キロだから、6キロ落としたのか。この1、2ヶ月でもう体重増やしたり下げたりで、もう調子悪いよ。初見さん、どうも。あ、そうなんだ。翔太王子様。おめでとう。いくつになったの？俺は32になりました。ありがとう、うん。そう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 。今減量中で、だいたいね、70キロぐらいまで落としたいなと思ってるんだけど、ちょっと間に合わないかもしんないな。あと20日だから。あと20日で6キロの減量はちょっと厳しいかな。筋肉の量が増えてて、筋肉の量が増えてて、ね、22だ。じゃあ、俺の10個下か。もうおっさんだな。おっさんだわ。浜崎あゆみ、今、プロレスラーみたいになってるからね。いや、でもね、俺はね、浜崎あゆみは、それでも続けてるっていうのはかっこいいと思うけどね。いや、一人の人間がここまで引っかき回すのはすごいと思うよ。才能はあると思うよ。乾さん、ありがとう。ありがとう。いい歳になるように頑張りますね。振り返った時に32歳面白かったなっていう年にしたいもんで、頑張ります。今日は暑いね、本当に。太りすぎて膝に水溜まってるレベルなんだ。でもまあ、そのちゃんとライブもやってるし、そのね、無理が来てるのは分かるんだけど、頑張ってるのは、俺は別に、ありがとう、翔太王子様。リスワン狙いましょう。もう取っちゃったよ、もっこりさん。リスワンはもう取りました、僕は。あの、今月はもう、リスワンゲームは抜けてる。リスワンは1ヶ月に1回しか取れないから、1回取っちゃうともう取れないのね。だからもう狙えません、僕は。大手連中にここまで動かすんだ、確実になんか持ってるのは持ってるんだろうね、これ。だから人を怒らせる天才なんだよ、本当に。人を怒らせる天才で空気が読めないわけじゃん。あそこで誕生日おめでとうございますって、こんだけ引っかき回しておちょくってくるわけだから。本当に病気なのかわざとやってんのかはわからないよ。それは知らないけど、俺は正直イライラするよね。憎いよ。憎いよ。
正直言って説教しますよ、説教しますよ、あの僕は憎めないじゃない、憎いよ、ふざけるなって話だよ。俺は悪いけど今回青山の側につくよ。憎いだろ、こんなおちょくられて、こんなクソガキにさ、詰めるよ俺は。知的障害ではないね俺は、あの何回も会ったことあるから。ただ確実に言えるのは精神障害だよ、確実に言えるのは。知的障害は持ってない、うん、要は言ってることは理解できる、うん、知的障害と精神障害、俺が当事者だから分かるから、自分が精神障害者だからさ、うん、で明らかに精神障害です、うん、知的障害ではないね、言ってることを理解できてるから。まあでも知的障害っていうのはさ、あのね、なんだっけ、 IQ が75以下のことを言うのよ。IQ75 以下ってなかなかなのね。あ、そうなんだ。うん、だから知的障害を持ってない。IQ75 ってどれくらいだったっけな。検索してみようか。IQ75。ちょっと待ってね。IQ75。レベル。IQ75 って相当だよ。うん。いや、75ってどれくらいかっていうと、ね、ちょっと待ってね。相当だよ。あ、よっちゃんいかさん、お疲れ様です。もう本当に、その、なんていうのかな。なんて言うんだろう、もう勉強ができないとか、文字が書けないとか、そういうレベル。会話ができないレベルだから。で、明らかに会話はできてるわけじゃん。だから、性格以上ですよ、昔で言う。性格がやばいやつ。解決してないね。解決してないですね、実際。してないっす。小学生ぐらいだよね。まあ、荒野ニコ生向けはね、俺も思って、てるけど、ニコ生自体が今かそっちゃってるからね。まあでもふわっちで結果残してんだからいいんじゃない。俺もニコ生に行ったらもっと囲われると思ってるね。3歳以下ぐらいではない、そこまでではない。多分6歳とか7歳とかだと思う。あの IQ75 ってみんなの体感でいうところの、もう本当7歳から9歳ぐらいの幅だと思うよ。ああ、そうそうそう、結構つけてる人いるでしょ、あの赤い、これだと、これのことだと思うんだけど、そう放送で紹介したんだけど、これはあの障害を持ってる人とかがつけるマークで、カバンとかにつけるんだけど、これを持ってたら、その何かしらの障害、要は見えない障害を持ってますよっていう合図を出してるの。そうだから分かりづらい、例えばその手がなかったりとか足が不自由だったりすると目に見えるけど、そう目に見えない形でこう知らせることができるから、これ持ってる人っていうのはあのその普通じゃないんだよっていうアピールをしてるから、あの倒れたりしたら、あ、なんかパニック持ってるんだ、転換持ってるんだとかさ、察してあげてっていうことでこれを紹介した。そう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 、これ結構ね、あのつけてる人いるから、まあつけるかつけないかはね、本人の自由だから。あのね、小さい子の方が意外と IQ 高いかっていうよりも、 IQ100 っていうのがその年齢でどれくらい、100が平均なの。だから小さい子の方が IQ 高いじゃなくて、この年齢ではこれくらいの知能がありますよっていう測り方をするのが IQ だから。だから荒野と、荒野が IQ75 で21歳で75っていうことは、小学生ぐらい、低学年ぐらいの知能しか持ってませんよっていう説明なの、今のは。だから小学生が IQ を測っても荒野と同じレベルでも IQ100 って意味だから、 IQ の定義がちょっと違うのね、うん、荒野は後日話するっていうことになった。これは無料で配布してますよ、検索してみてください。これ無料で配布されてるやつなんで、俺は新宿区でもらったけどね、
障害者のコーナーに行くとありますよ。うん。理解できた。よかったよかった。アインシュタインなどの天才は200、将来コンピューターは1万くらいになる、人間はバカになりますね。俺ね、昨日もそのコメント書かれて答えたんだけど、俺多分ね、プレイステーション3に勝てない。もう俺の知能をすでにプレイステーション3は超えてると思ってるから、うん、プレステ2に下手したらギリギリ勝てるか勝てないかなと思ってるの、ね、プレステはまだいけるって思ってるのやってて、こいつよりもまだ俺賢いと思ってたけど、プレステ3が出た時にね、あ、負けたわって、コンピューターは俺の能力を超えたって思ってる。負けるワード2、おはよう、うん、そうそう、アムチンと比べて全く違う、そういう感じだよ。おはよう、吉北さん、ありがとう。おはよう。前に幼馴染の人の、なんだろうこれは。童話かな？童話の人いたけど、転換？なんて読むんだろうこれ。ごめん、よっちゃいいか。おっさしたの見るとなえる。転換か、転換。転換も6種類ぐらいあって、そう、バタンって倒れる人とか、キーとかすっごい高い規制を上げて、泡吹く人とかいろいろいるんだよ。そう。あ、ワード2、バレーニーお疲れ。お帰り。お疲れ様。だからそのコンピューターがその人類を超えるって言ってるけど、あのね、専門性 AI っていうのと、みんなが想像してる人工知能の AI ってちょっと仕組みが違うのね。で、専門性 AI っていうのはもう人類を超え始めたの。で、孫さんが言ってんの多分ね、そっちの方だと思うよ。要は、コンピューターが感情を持ったりとか、自動で何かをするっていうのはすごく苦手なの、実は。みんなそのイメージでしょ？コンピューターが脳みそ、人間みたいに勝手に思考して勝手に何かをやるって思ってるでしょ？違うの。専門性 AI っていうのはどういうことかっていうと、チェスならチェスだけとか、将棋なら将棋だけとか、要はそういうコンピューターを特化させるの。で、その勝負で人間は勝てないっていうことが起きてきてるんだよ。あのね、倒れた時によくやる対処、これ賛否両論あるんだけど、覚えておいてほしいの。これ間違ってるっていう人も合ってるっていう人もいるから、それ自分で調べておいて。あのね、舌を噛んじゃうの。発作が起きて体が硬直したりするから、うって噛んじゃうのよ。それを防ぐために割り箸を挟むっていう、ここに割り箸挟むの。そしたら舌噛めなくなるでしょ、ギーってやるから。あと指押さえるとか、舌を噛まないようにするんだよね。さとみさん、ありがとう。ハッピーバースデー。そう。それはね、対処でよく、転換の時によくある対処だね。噛ませるっていう、何かを、鉛筆でもいいの。舌噛んじゃう。フォローありがとう、みーなさん。ボールペンでも何でもいいんだけどね。大きな音聞くと耳不在でうずくまる人見たこと。それはね、多分なんだけど、パニック障害っていうやつだと思う。ふぶきさん、ありがとう。パニック障害だね。パニック障害。要は、俺もそれを持ってるんだけど、たまになるのね、俺は。半年に一度とか2年に一度とか、頻度はあれなんだけど、冷や汗が止まらなくなったりして、手が震えて、体が硬直していて過呼吸になり始めるの。で、うずくまっちゃうの。要は、人の声が聞こえすぎたりとか、人混みに圧迫感で、その、ぐーってなっていって、どうしたらいいか分かんなくなってくる。これがパニック障害なの。だから多分ね、大きな音を聞いて耳塞いでうずくまるのは多分パニックだと思う。俺は。俺もなる。うん。配信中に何回もなって救急車で運ばれてる。全世界に半導体をばらまいて、インターネットと車、製品をつないで、全世界の情報を処理できるようにする。サイバーテロが起きれば飛行機墜落、事故が起きるからセキュリティが大事になる。そうそう、電車に乗れないとかね。発作があった時は放置してって友達に言われた。あ、そういう人もいるの。だから大体ね、これをつけてる人は取扱説明書も一緒につけてて、カードを作るの。自分の。で、ファイルに入れて定期入れとかに首に下げておいたり、バッグにつけておいたりして、こうやってやってる。要は私、そのカードには何が書いてあるかっていうと、私は精神障害者です。で、私の場合うずくまってるのは、
身体的に心臓発作が起きたり呼吸困難になってるわけではありません。要はそっておいてしていただけた方が発作が起きなくて済みますと。だから警察も救急車も呼ばなくて大丈夫ですみたいな自分の取扱説明書カードを書いてて、で倒れる時にこうやってやってたりとか、うん、そうそう、それはね、精神障害、このカード持ってる人は大体そのカード持ってると思う。そうそうそう、下手になんかされても困るっていう人もいるの。逆に、その、転換で倒れちゃう人は、私は転換でこうですっていうカードも持ってたりするの。要は、舌を噛む恐れがあるので、救急隊員に転換で、こうでこうでって説明してください、みたいな。これはただのカードなのね。だけど、もう一種類あって、このマークがついてて、裏にその説明書が書いてあるカードもあるの。だこれだけ持ってる人もいれば、裏面に、その、手書きで書いて、書けるようになってたりとか、いろいろある。うん、難しいのよ、ちょっと、うん。精神障害ってややこしくて、そう、知的障害と、よくごっちゃにされちゃうのね。うん、まあ、知り合いに精神障害の人がいなかったらわからないと思うけど、知り合いにいる人だったら、もしくは自分が当事者だったらわかる。心に異常があるっていうのは、別に勉強ができないとか仕事ができないとかそういうことじゃないのよ。発作が起きたりとか、その特定の部分に対して、その心の問題で何かを起こしてしまうっていう。要はその、脳内物質の話だから、脳みそは普通にあるのよ。ただ脳の、その過剰に何かが出たり、過剰に何かが足りなかったりするのね。脳内麻薬が。だからそういう現象が起きちゃうの。このマークね、知らなかったらね、なんかの、ね、なんかライブのイベントで販売されてるのかなと思っちゃうかもしれないけど。だから、もしこれをつけてる人がいたら、心の病気を持ってる、もしくは、目で見えないハンディキャップを持ってる人だと思ってあげてください。それはアピールだから、そう、障害を持ってる人の。うん。転換はね、人によって違うんだよね。ロハゴさんが転換持ってるんだけど。うん。でもね、結構啓蒙活動が広がってるよ。だから俺もね、自分で持ってるから、これを持ってる人はこうしてあげてっていうのは広めようと思ってるから。うん。東京だと結構見るようになってきたね。うん、東京だと。あのね、コミュ障の人、いや席は譲らなくていいと思うけど、人によるからな。人によるからなんともいい、そこは判断難しいけど、これは倒れた時に使うものなの。要は救急隊員にすぐ知らせるためなのよ。だいたい俺らがそのパニックを起こして救急隊員に運ばれてる時は、もう過呼吸を起こして意識がない状態とか、息するので精一杯みたいな状態だから、これさえつけとけば、あ、精神障害ねって救急隊員がわかるのよ。精神障害の人が多いの。なんでかっていうと、身体障害の人とか知的障害の人って見た目でわかるから、ちょっと話しかけたらわかるじゃん。あって。この人障害持ってるわって気づけるはずなの。だからこれを持ってるっていうのは、精神障害の人が結構多いの。要はその、説明、してあげたいけど説明できる状況じゃないみたいな。いや、あるよ。切れられることもあるから。だから、難しいよ、そこは。難しい。軽度から重度までいるから分かりにくいと思います。でもね、これつけてる人は結構重たい人だと思っていい。軽度の人はアピールする必要がないから。要はもうこれ持ってるっていうのは倒れる可能性のある人よ。自分でもう自覚してる人。バッグにつけてる人は。ロハコさんも欲しいって言ったからあげたけど、ロハコさんつけてなって言って。もう転換ですぐ倒れるから。だからどちらかっていうとね、その一般市民の人にも知ってもらいたいっていうのもあるんだけど、本当に救急隊員向けだと思った方がいいかもしれない。
いつ倒れるか分かんないって怖いよ。そうだね、弱いようで強かったり強いようで弱かったりとかするから本当に分かんないよ。ありがとう、マキルーバースデーケーキありがとう、ありがとう、嬉しいよ、ありがとう、ありがとう。デイリーランキング取れるかな。ありがとう。でもそこが難しいところなんだよな。うん、俺はその倒れてる人がいたら声かけるっていうのを癖にしてるの。あの倒れてる人がいたら必ず声かけるっていう。でなんでかっていうと本当に死ぬ可能性があるから。でそこでうるせえよほっとけよって言われてもいいの、正直。でもその人が本当に助けを求めてて、でも言えないっていう状況、俺は苦しさを知ってるから、声出したいんだけど助けてもらいたいんだけど助けてもらえないっていう状況を分かるの。だから絶対に声はかける、大丈夫ですかって。でいらないって言われたら分かりましたって、救急車呼びましょうかとか。あ、シャシャさん、ですね、一言で言うと簡単なんだけど、荒野がいろんな人を怒らせて、ヒカルくんがかばった。で、荒野は出てこなかったっていう、一言で言うとこんな話なんですよ。一言で言うと。ちょっと待って。あ、もしもし。もしお前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。